丁重フェアウェル。ほう、え、これ一流ずつ全員あんの？すっごい膨大な量になんない？チャプター2。ああ、でもオクタビネルの BGM 流れてるもんね。でもすぐわかるわ。もうだってほとんど他と絡みあんの、あとポムフィオーレとイグニハイドぐらいじゃない？リリアさん、この度はモストロラウンジのケータリングサービスをご利用いただきありがとうございました。あ、ここに出されてる飯全部モストロラウンジのなんだ。いや、それにしても盛大ですね。教員も含めて学園関係者を全員招待なさるとは。じゃあ今学園ガバってことね。あ、いるんだ先生たちもみんな。すっごい嬉しそうな顔してんじゃん、にっこりして。くふふ、王族貴族に商人に、実に華やかな集まりじゃろ。わしがあやつにしてやれるのはこれくらいのものだからな。あやつに？マリウスのことか。あやつ、今日はリリアさんのお別れ会だったと記憶していますが。確かに。いや、こちらの話じゃ。ほう。今日の料理に使われた食材はサンゴの海や陽光の国から取り寄せた一級品ばかり。旅立ちの日の花向けに僕から魚料理とデザートを一種ずつプレゼントさせていただきました。あら、サービス。おお、太っ腹だの。ではこれでお主らがマジフト大会で獅子の子らに加担したことはチャラじゃな。ちゃんとわかってる。はて、リリアさんが何をおっしゃっているのか僕にはさっぱり。マジ、この学園の生徒腹の探り合いだな、好きあれば。クフ。アズール、過ぎたる欲は身を滅ぼすぞ。重々気をつけるがよい。まあ、身を滅ぼしたからね、一回ね。最後まで食えない人だな。先輩からのご指導ありがたく頂戴します。まあやっぱ人気がちげえからさ。リリアさん、あなたのマレウスさんをさりげなくもしっかりと補佐する手腕、いつも勉強させていただいていました。勉強してんだこれ。なんかやだな、ジェイドが勉強してんのなんかやだなこれ。普段僕は技は見て盗めを信条としているのですが、あ、まあ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 、本日でお別れということで最後に一つ質問をしても。もちろん、わしに答えられることなら。お、マレウスさんのように自由奔放な、失礼。失礼って思ってんのかこいつ。なんかオクタミネルのやつらって本音言ってから、あ、違いましたみたいな、何にもごまかせてないんだあいつら。マイペースな方をサポートするスキルはどのように身につけられたのです？自由奔放からマイペースになった。区別のことは何もしておらぬ。何も変わらん、単に慣れじゃよ。あ、マレウスの祖母も、ほう、母も、お母さん、ドラコニア一族はマレウスとは比べ物にならんほど超マイペースで頑固者揃いでな。マレウスの上がいるの。マレウスよりさらに濃くしたマイペースで頑固者ってすごいな。マレウスこれからじゃあ超マイペースで頑固者になっちゃうの？もっと、なんかやだな。どいつもこいつもわしの言うことなどちっとも聞きゃしない。もうなんか、待って、その話してるとまたほら時間軸バグっちゃうから、あれ高校生じゃなかったの？みたいなくだりまた始まっちゃうから。それに比べればマレウスなどまだまだ可愛いものよ。まあ、年下だしな。なるほど、では学園に入る前から長年家族ぐるみのお付き合いがあったのですね。そうじゃ、長い長い付き合いになる。どれぐらい長いんだろうな。それも今日までと思うとやはりちと寂しいの。うん。寂しいの？ならまだ一緒にいりゃいいのに。ね、メンダコちゃんとは学年ちげえし、学校行事くらいしか絡むタイミングなかったけどさ、クラゲちゃんから超強えって話は聞いてたし、一回本気でやってみたかったね。なるほど。なんで学校を辞めちゃうの？あ、知らないのか？あやつらに超弱え姿を見せたくなかったからじゃ。はあ、ほう、そっか、そうね、そうよね。うわー、なんか、そうよねしか言えんわ。もうごめん、周りうるせえから聞こえなかった。あら、魔法が使えないものは特例を除きこの学園に席を置くことはできない。うん、僕ら特例ですからね。わしもそれに従い去るというだけの話よ。
在学中に生意気な後輩の鼻っ柱を折ってやれず、わしも残念じゃ。はあ、言うじゃん。俺簡単に折られる気ねえけど。なあ、まあ、フルフェでも強えだろうけど。まあ、でもこれでお別れだし、一応年長者を敬ってそういうことにしといてあげる。んじゃめんだこちゃん、元気でね。なるほど、こうやっぱ一両ずつやるんだな。お主らも元気だな、アクタレ小僧ども。アクタレ小僧ぴったりじゃん。オクタビエルと書いてアクタレ小僧と読む。めっちゃ面白いな、選別スペシャル。あ、そっか、カリムか。次はじゃあ、まあカリムは同じ部活で絡みあるけど、あ、ほら BGM がスカラビエですって言ってるもん、完全に。なんだってイベント一緒だったし。よー、リリア、今日は招いてくれてありがとな。カリム、ジャミル、よくぞ来てくれた、礼を言うぞ。そっか、ジャミルも同じ副寮長か。急に退学するって聞いて驚いたぜ。じゃマジで絡みねえの、オクタビエルだけ。おもろいな、そう考えると。前も話したけど、俺この学園に入ってきてすぐの頃、リリアのライブパフォーマンスを見て軽音部に入部決めたんだ。ほう、あ、でも君一回あれだよね、あの後から入ってきたタイプだよね。その頃に部活のなんか発表みたいなのやってたのかな。明日からリリアのド迫力のシャウトが聞けなくなると思うとマジで寂しいよ。部活のたんびにそれ聞いたんかな。耳おかしくなんない、カリム。選別は楽器とアンプのセットにしようと思ったんだけど、すごいな、ジャミルに止められてさ。重いね。お前が送ろうとしていた楽器セットは運搬にトラック1台は必要だぞ。すごい数だねそれね。運搬にトラック1台って何してんのこの子。アーティストのライブツアーじゃないんだ、一般人の住宅事情を考えろ。確かに。すまんな、旅立ちは身軽にしたくての。うん、カリムの気持ちだけはありがたく頂戴するぞ。リリア先輩、部活を通してカリムと仲良くしていただきありがとうございました。保護者だ。お荷物になってはいけませんが、よろしければこちらを。ん、なんだ。なんじゃかしこまって、これは名刺。え、それは俺の父ちゃんからリリアにって。え、父ちゃんから。え、そのカードに印字されているのは、はい、アジーム本家に常駐する専属コンシェルジュへの直通電話番号です。何してんのこの子。怖い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 、何を送ってんのこの子。え、専属コンシェルジュへの電話番号あげたの。何これ。専属コンシェルジュ、ひらがな。ネッサの国を訪れる際には、はあ、いつでもご連絡ください。あー、なるほど、すっごいもん来るね。アジーム家一同、心を込めて到着から出国までサポートいたします。強っ。アジーム家強。そのカードがあればネッサの国なら空港や百貨店でも誰かしら面倒を見てくれるはずだぜ。すっごいねこれ、何これ。父ちゃんも母ちゃんもいつかリリアに会ってみたいって言ってたんだ。あー、なるほどね、多分話してんのか学校のこと。マジでいつでも遊びに来てくれよな。あー、いいね、いい子だ、いい子だけど。希望が。めっちゃいい笑顔するじゃん。ほんで魔法の絨毯で国中どこでも案内するからさ。それだけカリムにとっては大事な先輩だってことだな。なんとリッチな。ご当主によくお礼を伝えてくれ、お守り代わりに大切にしよう。うん、ありがとうカリム、ジャミル。え、終わり。あ、そのザワザワ何。他の生徒たちもリリア先輩と喋りたそうに様子を伺っているな。なんスライムみたいな。ああ、俺たちだけで長々とリリアを独占しちゃ悪い。なるほどね。リリア、名残惜しいけど元気でな。うん、あ、お主らも達者で。なるほど。でスカラビアは終わりか。あれ残った。ふう、あ、疲れちゃってる。親父殿、あ、帰ってきた。いいの、そんなみんながいる場所で親父殿って呼んじゃって大丈夫シルバー。ん、もう食事を終えたのかシルバー。マレウス様がまだお見えになっていません。だから迎えに行ってあげてって。だからね、そのようじゃな、仕方のないやつじゃの。ま、気にするな。なんでリリアは堅くなにマレウスを呼びに行かないんだろう。もう互いの顔を見飽きるほど長く共にいた。いやいやいや、改まって見送りなどなくともよ。いや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 、よくありません。うわー、え、親父殿は今夜
赤龍の国へ立たれる。え、今夜？そうなればもうマレウス様とは。次の日とかじゃなくて今夜なんだ。早え、夜7時にパーティー開いて今夜立つの？急だね、いろいろ。マジか。俺やはりマレウス様を探してきます。おう、シルバーがなんか大声出してる。珍しい。な、おい、シルバー、行ってしまったか。うん、あやつの頑固さは一体誰に似たんだか。リリアじゃない？リリア様。え、落ち着け。口パンパンに詰めてたんだろうな、今な。どうかなさいましたか。今シルバーの大声が聞こえた気がしたのですが。うん、合ってる。シルバーがマレウスを探しに行った。なんと。では僕も探しに。待て、良いのじゃ。なんで止めるんだ、リリアは。一体どういうことだ。正直言うと、マレウスにはどう別れの言葉をかけたものかと思っていた。長く言いすぎて逆にか。どんな言葉を選んでも締めっぽくなる気がしてな。でもバイバイ言わずにはちょっとね。なんかデジモンの最終回思い出したわ今。リリア様。わしはな、セベ君、みんなで別れまでの残り少ない時間を目いっぱい楽しみたいのだ。でも、お主まで席を外すなどと連れないことを言うでない。もちろんです。シルバーのやつ、道の途中で居眠りをしたら許さんぞ。なるほど、トム・フィオーレだ。なんかトゥルースしてる。そっか。やあ、お話し中失礼するよ、ムシュー好奇心、ムシュークロコダイル。ってことはじゃあ二人は今の話聞いてたのかな。だいぶ重いなって思ってない？話しかけづらいなってちょっと思ってたでしょ。今宵はリリア・ヴァン・ルージュお別れ会にお招きいただきありがとう。二人ともよくぞ来てくれた。さすがは美しき女王の信奉者、ポム・フィオーレ。現れただけで場が一層華やかになるわい。リリア、単刀直入に言うわ。どうにもならないの？ビルさんも寂しいんだな、これ。そりゃそうだよな。どうにもとは？あんたが魔法の力を失い、この学園を去ることについて。な、確かにな。俺とグリムっていう例があるからさ、どうにかこうにかできそうな気するんだけどな。学園長こういう時だけ仕事早いんだよな。マレウスは冥府で魔力を使い果たし、シワシワになった私に、そうね、自分の魔力を分け与えてくれた。で今半分マレウスってこと？おかげで私は今元通りの生活が遅れてる。リリアにも同じように魔力を分け与えることはできないの。なるほど。マレウスも言っておったじゃろ、時を戻すことはできないと。え？いや、ボーカルダンスチャンピオンシップだっけ？ちょっと名前ちゃんと合ってるか分かんないけど、あれの時ステージさ、元に戻したじゃん。あれは何なの？あれ時戻してんじゃん。めちゃめちゃ時戻してんじゃん。あれは？あれは？わしが魔力を失ったのは、ビルのように外的要因によるものではない。じゃないから戻せんってこと？どういうこと？わしはただ、置いただけじゃ。だから、みんなは18歳と思ってるから、君のことを。置いたって、あんた、私たちと同じ18歳じゃ。わしはもうじき、700歳になる。あ、結構いってる。700! はぁ、すご。え、魔法元年っていつの話だったっけ、あれ。あ、ちょっと覚えてねえな。あ、そうなんだ。700? 3桁は優に超えてると思ってたけど、700だった。これ何？言って2人はどういう反応するんだろう。700歳こっちもひらがなになっちゃった。おい、声が大きいぞ、人間。いいだろ、別に。驚くだろ、声大きくなるだろ、そりゃ。リリア様は長命な妖精族であらせられる。何を驚くことがあるというのだ。だから妖精族のくだりもあんま知らないんじゃないの、みんな。だって今までずっと同い年だと思って接してきたのよ。それでいいと思うよ。向こうから700歳じゃからとか言ってないじゃんって。急に700歳なんて言われたら誰だって驚くに決まってるでしょ。そりゃそうだわ。なんということだ、無臭好奇心。常々君は18歳らしからぬ
達観した物言いをすると思ってはいたけれど、まさかそれほど人生の大先輩だったとは。700年も生きたらそりゃ歴史わかるわ、そりゃ700年分の歴史わかるわ。くふふ、ちょっとサバ読みすぎちゃったかの。可愛いけど言うてることがもうサバ読みすぎちゃったかのじゃねえのよ。サバ読みすぎるってレベルじゃねえから。日常茶飯事の芸能界でもさすがにないわよ680年もサバを読むなんて。サバ読むって言っていいのかなこれ。ということはもしやロア・ドゥ・ドラゴンも。お、いいや、あやつはわしよりずっと若いぞ。お主らよりは少し年上だが。謎謎みたいな出し方すんな。ドラゴンを祖とするドラコニア一族は、ほう、妖精族の中でもとびきり長く生きる。へえ、やっぱドラゴンってそういうもんなんだな。200歳はひよっこ、500歳でまだまだ若輩、え、1000歳でようやく一人前じゃな。怖いこと言うじゃんなるほど、リリアより全然長生きするんだ、200歳でひよっこって。え、じゃあ、氷のお城を全部氷好きにしちゃった時ってもしかして200歳だったりするの？あれやだな、200歳が氷好きにすん。サンアンロール、サロール。妖精族が長寿とは聞いていたけれど、まさかそれほどとは。ガチで妖精族と人間族ってこう交流ってないんだな。わしの一族も1000年ほどは生きると言われておったが。へえ、すごっ。え、じゃああと300年ぐらい生きるってこと？少々若い頃に無茶をしすぎたらしい。はあ、予想よりガタが来るのが早かった。ああ、なるほど、そういうことか。無茶って誰だって若い頃にはやんちゃするものじゃろ。君の場合はちょっと。おやめください、やんちゃだなどと。やんちゃだったよ多分。リリア様はお若い頃神明を賭して茨の谷に尽くされたと祖父より聞いております。あ、じゃあセベクのおじいちゃんも、あ、でも聞いておりますだから多分700歳よりはちょっと下だろうけど、あ、でも祖父かリリアのこのビジュアルがおかしいのかな。じゃあ本当はもっとおじいちゃんっぽい見た目だけどみたいな。そんなことないか、わからんわバウルのやつ。バウル、何百年同じ話しとるんじゃ。解雇中は若者に嫌われるぞ。解雇中って言うな。バウル・ジグボルトってことがおじいちゃん名前。へえ、かっこいいじゃん。しかし若気の至りでやらかしたやんちゃは数あれど、ここ2年ほど寝とげにはまって年甲斐もなく連日朝までゲームしてたのがなんかやだな、なんか原因がちょっとやだな、なんかもう現代に染まっちゃってるよおじいちゃん正直一番あかんやつだったかもしれん。あかんやつだよそれ、完全にあかんやつだよ。昼夜逆転し始めちゃってんじゃん。お主らもゲームはほどほどにしておけよなんだその注意。呆れた。あんたこそこれからはもっと自己管理をしっかりなさい。本当だよお、不思議ね、本当の年齢を聞いても私の中のリリアは同級生のリリアのままだわ。ああ、いいね。そうだね、私も同じ気持ちだよ。青春を共に分かち合うのに年齢は関係ないということさ。なるほど、確かにそうかもな。嬉しいことを言ってくれるの、ビル、ルーク。この夜を存分に楽しんでいってくれ。ウィー、メルシー、無臭好奇心。ええ、最後まで楽しみましょう。ああ、いいね。ポムフィオーレのなんか終わり方が一番いいわ。あれ、終わって、イディアの部屋だってよ。遺憾、リレーション。え、こいつ、呼ばれたけど行ってないんだ。ほー、あ、ここが下か、なるほどね。はい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 、で上に行くという。はあ、逆さまだ。え、パルテノン神殿が全部逆さまだ。よく見たら全然気づかなかった。なんで、どういう意味。大変そうだねこいつら原作ももしかしてそうだったのかな、全然覚えてない。下の部分は覚えてるけど、カロンの船に乗ってハデスさんがこうやって上に上がるのは覚えてんだけどさ。ほー、イデアの部屋って言われてもなんだけどあまりに下から見上げすぎてさ、大体他の寮って上から見るじゃん。あまりにも下すぎてさ、この感じ初めてだな。うわ、隠れミッキーどこにいんだろう。へえ、ここがイデアの部屋。談話室ってじゃあこの辺とかなんかな。すごいな、こんな感じか。やっとイグニハイド寮見れたよ、長かったな。さ、27話遺憾リレーション。引きこもってると、こいつは、こいつは相も変わらず引きこもってると。まあ多分苦手そうだもんな、パーティ
兄さん、ねえねえってば、せっかく招待状をもらったんだし、一緒にリリア・ヴァン・ルージュさんの送別会に行こうよ。兄さんは寮長の集まりで彼と顔を合わせることも多かったんじゃないの？別にリリア氏とは友達でも何でもないし、顔見知り程度ですし。じゃあまだ知らないんだ、ネトイレ仲間の話は。送別会なんか行っても別れを惜しんで語れるほどの思い出とか全然ないですし。知った瞬間めちゃめちゃ語るんだろうな、思い出。そんなことより僕は昨日でネトゲを引退したマッスルクレナイスとの別れが辛すぎて。ああ、引退もしたんか。じゃあ石竜の国に持ってかないんだね、そういう電子機器類。ガチ泣き。ああ、そういえばマッスルクレナイさん、ゲームやめちゃったんだっけ。やめちゃったんだ。詳しくは聞いてないけど、リアルの事情らしい。まあリアルの事情よ。引退と同時にきっぱりとゲーム用マジカメアカウントも消しちゃったし。おう、ちゃんとその辺身辺整理するんだね、リリア。2年以上ほぼ毎日メッセしたり一緒に遊んでたらなんて、死が初めてだったのに。2年以上ってことはリリア高校入ってすぐやったんだな。そうだよね、兄さんってスキル高いからいろいろなギルドに誘われるけど、おギルド内の無意味なローカルルールに従うのが嫌。そういう人いるけど。強くもない子さんに生きられるのが嫌。それまあ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 、そもそも慣れ合いが嫌。ねえ、ゲーム向いてねえじゃねえか、そんなとか言ってすぐソロに戻ってたもんね。なんで入るんだよ、じゃあ一回。それ嫌って自分で言うのなんで一回入るんだよ。そもそも拙者、他人と協力するタイプのマルチプレイのゲームに向いてないんで。だけどマッスルクレナイさんとは MMORPG から FPS まで何でも一緒に遊んでた。そんな友達は僕が知ってる限り彼しかいない。なのにこんなに急にあっさり縁が切れるなんて、やっぱりネット上のつながりなど脆弱で希薄だが、そこがいい。はめっちゃダメージ負ってる。無理、つら。もう二度と友達なんか作らん。こっちはこっちで別れ惜しんじゃってんな。そんなこと言わないでよ兄さん。あ、そうだね、僕がマッスルクレナイさんの所在地を調べてあげようか。おっと、直接会いに行けばいいじゃない。すごいことするじゃん。え、すごいこと言うじゃん。しかも大丈夫それ、犯罪性とか大丈夫それ。ビビーだろうな。それは言われのない誹謗中傷とかを受けた時以外は絶対やっちゃダメなやつ。その辺の線引きはちゃんとしてんだよな、イデア。偉いと思う。それに拙者なんかが会いに行ったらきっと迷惑するよ。多分喜びはすると思うぞ。そんなことないと思うけどな。そんなことあるの。拙者のような非リア充の陰キャオタクとオフで遊んでも楽しいわけないし。お前ほんと顔だけはいいんだけどな。あ、めっちゃ泣くやん、お前すぐ泣く。無理、あと1万年はベッドから出られない。その前に死ぬじゃん。オルト、リリア氏の送別会には一人で行って。あららま、分かったよ。なるべく早く帰ってくるから元気出してね兄さん。行った。なるほどね。あ、暗くなっちゃったよ。そうだよ、リアルで僕と遊びたい人なんかいるわけない。お前6章の最後、イデア。でもやっぱり最後に勇気を出して連絡先くらいは聞いておけばよかったかな。結構後悔してんだな。よっぽど楽しかったと見える。